次の相手タイ人ってことで、まあ今回のテーマはタイ人より黒くなるというところに重きを置いてるんで、まあこれからまた仕上げていく感じです。今見ても肌の色かなり浅黒くなってますけど、もっと焼く感じですか？ちょうど1ヶ月ぐらいあるんで、まあ週1ぐらいでヒサロには通おうかなと思ってます。試合当日はクンスク選手よりも色黒になってる自信はありますか？まあ、色の黒さでも勝って試合でも勝って1日で2勝しようかなと思ってます。クンスク選手の試合映像はもうかなりご覧になりました？いや、そこまで2、3回ぐらいしか見てなくて、まあ映像なんで、まああとはほんまに試合で対峙した時にいろんなことを考えてやろうかなと思ってます。強い対人とライフルールで戦うときって何を一番気をつけたいと思いますか？ムエタイの人はやっぱ蹴りがすごい強いと思うんで、まあ蹴りにはすごい重きを置いて作戦を自分の中で練っています。まあ明かせる範囲内で構わないんですけど、それはブロックですかカウンターですか？両方、まあ、全部うまく使ってで攻略していこうかなって今考えてます。まあ、この大会ね、勝島選手がメインで、まあ、下にもアンダーカードでフライ級の試合結構組まれてますけど、意識するものはありますか？他のフライ級の選手、やっぱランカーの人もいますし、やっぱ比べられると思うんで、やっぱ王者とそのランカーの違いのっていうのを試合でしっかり見せたいと思ってます。やっぱり下のランカーの人たちの試合でもやっぱり気にはなるわけですね。みんな強い選手だと思ってるんで、まあ僕が気抜いてたらすぐ抜かれると思ってるし、まあそこはまあ少し気になりながらやってるって感じです。エルドラドでは松本天使選手と那須川龍神選手もやりますけど、この試合もやっぱり注目はしますか？まあ、今は自分の試合もあるんでそっちに集中してるんですけど、やっぱカードその松本と選手と龍神選手の試合も、まあ、いずれかはやると思うんで、まあ、そこは気になりますね。やっぱりチャンピオンとなって追われるものとなりましたけども、そこの部分というのは感じますか？まあ、感じるところもあるし、まあ、僕は次は対世界に重きを置いてるんで、まあ、僕はチャンピオンからといってなんか追われる立場っていうのも別にあんまり感じてないっていうのもあります。じゃあその対世界に羽ばたくために、今回のクンスク戦はどんな試合をしたいと思いますか？まあ、ライズチャンピオンになってからの初戦っていうのもありますし、やっぱいいスタートを切って今年1年はやっぱさらに飛躍した年にしたいと思っているので、まあ、しっかり皆さんが求めている KO で勝つことが一番のいいスタートを切れることなんかなと思ってます。
でしたら今回のクンスク戦で見てもらいたいのは肌の色と KO ってことになりますかね。対峙した時の肌のどちらが黒いかっていうのと、まあ僕の神の左ですかね、やっぱそこで KO しようと思ってます。今回も神の左が炸裂しますか。前回の試合はまあうまいところも見せれたと思うんで、今回はうまいところも見せつつしっかり倒しきるところも見せます。去年はね、妹さんもプロデビューを果たしましたけども、妹さんからも何か言われてることありますか、はい、今回の試合に関して。もうあんまり久野に行かなくていいっていうぐらいですね。その心は何なんですかね。あ、何なんですかね。あんま黒すぎるお兄ちゃんを見たくないんですかね。わかりました、ありがとうございました。では最後にですね、一島選手のファン、そしてライブファンの皆様にですね、熱いメッセージをお願いいたします。はい、今回、僕新年一発目で多分メインイベントに抜擢されたんで、メインにふさわしい試合をして王者らしくしっかり神の左で KO で勝つんで、皆さん応援と期待お願いします。キックボクサーは泣かないぜ。